どうもポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それではファイナルファンタジー7 もう一回頼むぜ。シェブンってなったね。シェブン、シェブン、ネイティブ。ああ、これまたこのまま残りますよ。もう一回かな。うん。もう一回ね。よし、もう一回。あれ？ちなみにこれノーカットでお送りしますね。皆さん本当にさあもう一回行くよ、はいはい、気を取り直してほらみんな、うん、行きますよ、うん、どうもポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それではファイナルファンタジー7リメイクやっていきたいと思います。ファイナルファンタジー7、ファイナルファンタジー7やっていきたいと思います。やっていきたいと思います。はい、やりますよ、はい、行こう行こう。噛んでなんかいないからね。さあ、あれなんかいるわ。もういやそれはいるよ。行くよ。うん、あ、ここに繋がってたんだね。そうだね。なんかさ、あげたお花どこに飾ったんだろう。今飾り付けしてんじゃないの、あの後ろの子たち。あ、違うのかな。あれ、水あげてるわ。水あげてるだけかな。まあ、行くわ。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。え、遊び場に黒い服の人が入ってきて怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。え、タフスか。うん、違うみたい。違うの。え、ボロボロのマントを着ていつも街の中をふらふら歩いている人。あ、なんかさ、あれじゃない。あと腕に数字が書いてある。アパートの隣に住んでた人じゃん。心配だから私、あの一族じゃない。俺も行こう。似た男を知っている。うん、うん、こっち行くわ。こっち麦、麦についていこう。行こう。あ、麦、あれ麦そんなにちゃんと喋れる感じだった。うん、エアリサイテはあれか、飾り付けてないじゃん。かだ今大変だから。麦、麦えらい待っててくれた。えらいね麦。麦待って、麦待って、麦待って。こいつ噛むしな。麦待って、早く来いや。急いでる。お前もろれつ回ってないからな。麦こけた。麦、麦変な動きしなかった。あ、通れんの。ここ後押してくれんの。ここが秘密の。そこに来たの。え、お前ら何してたんだよ。お前らちゃんと止めろよ。急いで。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、はあ、それどころじゃないね。そうだね。そうだ、剣ぶつかってるけど上に。ガガガガって、ガガガガガガって。へいへい。わあ、広い。麦帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、関係ないの。私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。なんで。安心して、この人すっごく強いんだから。出た。元ソルジャーだ。黒服の男は分かんない。いつの間にか消えちゃって。へ、今は子供たちが優先だよ。うん、こっち。どっち。どっち。こんな危ないとこでじゃ遊んでたのかい。そう、まあスラムだしな。滑り台あって、ちゃんと。嘘、自分たちで作ったやつ。へえ、いいな、秘密基地とか作りたい。ここで出ちゃったんだ、気をつけてね。何が出ちゃったの。お、黒服の人が。そう、危ね、下ネタいそうになった。なんだって。なるんだよ。どこかな。あれ、子供たちが出ちゃった。子供は予想できないからな。探し回るしかない。あ、何、子供が。急がなくちゃ。大丈夫わ。急いで急いで。こういうとこいるわ。いるわ。子供じゃない。ここは任せ。格好的には。沈め。してね、なったのかな、クラウド。よし、降りよう。あれはネズミだな。出てきた。ネズミ出てきた。慌てて。俺が来ましたよ。慌てて出てきたね、今ね、この人ね。元気よく。俺にも、ちょっとうまく倒したじゃない。大事かな。回復してない。回復した。回復するの。
あいつなんか、あいつ、あいつここで何してたの？隠れてたんだよね。水飲んでたね。あれ、これ上にも行けるし、こっちにも行ける。でもエアリスあっち行ってる。エアリス？何見てんの？あそこ。え？刺激しない方がいい。へえ。なんか人が、人じゃないや、モンスターがいる。モンスターよね。刺激しない方がいい。方がいいっつって言うけど。ちょっと上行ってみようか、一回。一回ね。ちょっと一回ね。ここも作ったんこだ。あ、あ、箱。散々ぶつかるまで気づかない。すごい。すっかり忘れた箱のこと。宝箱ばっかり。あれだね。怖くない？意外と。マジック。見ちゃった。ゆっくり。あ、あそこにいるんだ。あ、いるいる。いけ。え、てててこのなんかこれだわ。なんかこれだわ。なんかこれだわってなんだ。ちょっと待って。その毒沼みたいなやつ。あ、沈黙してる。やばいじゃん。そうなる。なんだこいつ。動きが読めない。その赤いの触れちゃダメなんだろうな。何？力を見せて。アイテム。なんかこれどうしたらいいんだろう。もっとこっちおいでよ。あそこ今すごいことになっちゃった。やるな。すごい。あいつらはしてんだけど。あいつらもうあれじゃん。いろんなとこもう毒やら何やらばらまき続けるじゃん。いて。わあ。これで本気でバーストするよ。競技でお前をやっつけてやろうじゃないですか。見てみろ。攻めるぞ。いいよね。やめろ。で、長距離走だな。よし。ここで仕掛ける。真相だけど。やっつけた。倒した。すげえ真相だよ。あ、まだだ。魔法の方がいいんじゃない。あ、魔法？魔法の方がいいんじゃない。あなた今抜かったよね。くるくるしちゃったポチの方のあれが見てたら抜かった。抜かったな。また抜かったな。気をつけてや。倒した後って安心しちゃうね。自爆してくるから。あ、そんなところに。そこにいた。待って。おいどどどどわわわわわわ。お前あちこち崩れやすくなってるの。きっと魔法炉が爆発したせいだよ。マジか。俺が行く。こっちの。おお。危なくね。そんなに急。どうすんのそれ。あ、抱っこして。抱っこして。こいおい。あるね。ありがとう。かっこいいね。ちょっと恥ずかしそうじゃん。じゃあ戻ろっか。なんかクラウドがすごい人間味が出たな本当に。そうだね。やっぱ恥ずかしがるようになったな、表現が。え、そこを登っていくのね。増えてるからね。余計に良くなったね。見えちゃうよ。あ、出た。またお前覗こうとしたの。してない。俺はそんなこと望んでないのに。レオが望んでるじゃん、いっつも。そうやって。何してんの。そんな動かない。どうした、大丈夫。もうなんだよ。無理じゃん、あいつ。なんだよ。どうしてそこに来るの。痛いんだこれ。何なんだこれ。これ何なんだろうこれ。こっち来い。覚悟はいい。来い。
まだ毒だ。本当にいろんな状態以上かけてくるな。消えろ。めんどくせえなこいつ。どうだ。すげえだろ。どこにいるの？クラウドはね。大したもんだな。元ソルジャーなんだよ。そうだぞ。本当に？戦争に行ったの？秘密だ。秘密だ。ちょっとやられた。秘密だって言いながらあれ。これは登れないか。普通にポーション飲んでるから。ケアールなどしないとすぐ死んじゃう。それは間違いない。気づくと意外とゴリゴリダメージ食らってるよ。ね、あいつ。ここはね。え？ああ出てきた。はい。見たことない。あどうだ。口の中は紫だよ。行って。おやすみ。おやすみ。もうソルジャーになろうかな。そんな簡単になれるわけないでしょ。おいで。ね、クラウド。そんなことないよな、クラウド。じゃあ呼び捨て。しっかり人気者だね。すごかったな。ズバッズバッって。うん、すごかった。ズバッ。あんま変わんないけどな。ズバッとかも変わん、もっと早かったもん。スパッスパッだよ。スパッ、じゃあズバッスパッだな。うん、スパッズバッだね。な、クラウド。ね、クラウド。ああ煽られてんじゃない、むしろズバッスパッスパッズバッつって。さっきさ、動きそうだねって言ったやつが全部動いてんじゃん。そうだね、全然避けていった意味がなかったよ。あんだけ静かにつって。ほんとだよ。こっちこっち、気をつけて。あ、どうした。ティファ待ってよ。ティファ、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 どうした。どうしたの。いや、ティファってクラウドの恋人。違う。早い。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。幼なじみでしょ。そうか、説明はできると思うけど。単語知らんか。幼なじみって単語知らんか。自分の感情に今説明がつかないんじゃない。あ、そういうこと。そう、お前あれだろ、ワンチャン狙ってるだろ。ちょっと好きになっちゃった。だから言えないんだろう、うまく。ちょっと好きになっちゃったんだよ。そういうことかよ。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれた俺。意外に素直だな、ムギ。エアリスとクラウドは大人だけど、ね、もう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。お、お前いいやつだな。お前いいやつだね。なんだ、いいやつだったんだな。いいやつだった。ちょっと喋るのが苦手だっただけだったね。ああ、宝箱これいいのかしら。いいんじゃない、報酬だよ。あ、さっき何も、あ、モーグルメダル。あ、ほんとだ、スペルダイだ。ね、すごくない。あ、わあ、いいな。お兄さん、こっち。楽しそうに滑ってらっしゃる。滑れん。いや、できないよ、そりゃダメか。子供の遊び場だからね。大人はダメか。そうだな。大丈夫、大丈夫だから。あ、倒れちゃった。大丈夫。どうした。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あ、顔真っ白。なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえば、あ、まだ。リユニオン。恐れることはない。怖い。なんだ。しっかり、クラウド、し
っかり。エアリス、セフィロスを知ってるか。英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。ほう、うん、実は生きているのかもしれない。そうなんだ。ん、行こう、クラウド。なんだ、え、あれ、なになになに、え、どういうこと。なんか、あ、なんか話せるな、この子。どうしたお前、なんかすごいな。お父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。そうでありますか。そうでありますか。ケロロ軍曹好きなの。ブランド、何でも屋の仕事する気ない、はい、え、見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。はあ、仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい、まだ時間あるし。仕事中。ちょっと待って、すごい人いた今。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから。あれ、時々エアリスの真後ろいたでしょ、ほら。あ、何あいつ、極秘書いてモーグリショップって書いてある。これか。あ、お前一目でわかるわ。どう見てもモーグリ好きだな。あ、モーグリがいる。僕が見えるの、ここ。あなたたちは選ばれし一ここね。じゃあモーグリのお店にようこそ。お前どうやって家来んの、家から出んの。モーグリモグの物語、それ来たまま外出るの。お前すごいな。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り、僕はモグに憧れてお店を開いたんだ。ここ僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけ。さっき見えなかった。俺にそう見えていいのか。それは言わせないでほしい。言うな。商品はみんなで集めた名品珍品。クポクポ、モーグリメダルと交換する。クポ、まずは会員になってほしい。クポクポ。会員証だ。見て、手作り感満載。あ、いいね。いいね。会員証。叩き券みたいな感じやね。ね、ください。曲も、曲なんかあれ、ゴールドソーサーとかのモーグリの曲じゃない。まずはこれを買うことによって。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしい。あ、メダルね。なるほどな。いっぱい見つけたよ。メダルを集めてどうするの？もちろん、みんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。ほう、モグの物語と同じだね。へえ。ほう。え、じゃあこれを変えるんじゃねえか。変えるんじゃねえか。歌を変えるな。何でもや、頑張ろうね。ああ。ああ。次どうする？やけに張り切るな。ちょちょ音切れる。いや、そうだよ。音切れるな。でも遊びじゃない。クラウドの時だけ音流れる。え？え？だから張り切るよね。確かにそういうやつなんだ。私そういうやつ。よろしくね。はいはい。あれ、ちょっと買っていい？買っていいよ。モーグリモグの店にようこそ。はい、買います、買います。わあ、あ、そうだよね、ゴールドソーサーの曲だよね、これね。わあ、いいね。なし、あ、武器あるよ。武器あるな。魔法が上がったり、うん、スカーフ、レスキューバッジ、鍵、え、墓地の鍵？おー、なんかやべえのあるな。へえ、何これ。好き、あー、いろんなのあるね。いろんなのあるね。え、メダルいくつあるの？私22あるね。だ、もうほぼ全部、全部じゃねえよ、全然嘘ついた。1巻とか以外は買えるよ。これそれと買うか。墓地の鍵を買っといてよ、みんな。墓地の鍵、なんかわかんない、買っとこうか。うん、で、これでいっか。うん、今は一旦それでいいんじゃない。すげえ見てくるな、このモーグリ。めっちゃ見るな。毎度、ぽ、おかげでメダル、かなり集まった。ぽ、みんなを幸せにする力、溜まってきた。やった、よかったな。クラウド、もっと楽しもう。よかった、クポ。俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるよ。クラウド、笑わせんと。メダルが足りない、クポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。はい、頑張って、クポ。分かった、クポ。じゃあ今日はこの子の前で一回、うん、一旦そうだね、おしまいにしようかな。うん、こっち向いて、ね、こうして
ポと一緒に終わりにしよう。おう、よし、いい感じ。うん、はい、それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。